髪の毛が、ああだるいわと下に落ちていくことを想像してみましょう。ちなみにこの子の名前は髪の毛くんと言います。はい、夏森勝です。今回は髪モデリングについて話していきます。話す内容は以下の通りです。順番に解説していきます。まず前提として大事なコツを3つお伝えします。これらを知っているだけで自然で柔らかい髪の毛が作りやすいので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。まず髪の毛はパーツごとに分けることをお勧めします。なぜ分けるのかと言いますと、どこにどういう髪の毛があるのかが分かるからです。これはイラスト講座でもよく解説されているコツで、パーツで理解すると髪の毛の構造がとても理解しやすいです。髪の構造を単純化すると大体こんな感じです。髪の毛は基本的に4つのパーツに分かります。前髪、触覚、横髪、後ろ髪です。ん？前髪と後ろ髪はわかるけど、なんでここに触覚が入ってんの？と疑問に思った方はいると思います。なぜ入ってるのかと言いますと、これはいろんなモデルを見てわかったことなのですが、多くのモデラーさんは触覚を入れてることが多いんですね。触覚は前髪の横側にありまして、大体は真横から見ますと目が隠れることが多いです。横髪は顔の側面にありまして、大体耳が隠れる箇所です。髪の毛はこのように、最初は一つ一つパーツごとに分けた方がモデリングはしやすいんですね。それである程度慣れてきたら、今度はいくつかのパーツを一つのオブジェクトとしてモデリングしてみるといいと思います。例えばこのモデルの場合、触覚と横髪を一つのオブジェクトにしてモデリングしています。前髪と触覚を一緒にする場合もありますし、触覚を別のオブジェクトとしてモデリングすることもあります。すべての髪を一括りにしてモデリングするのは、モデリングに慣れていないととても難しいので、まずはパーツごとに分けるというところからスタートするといいと思います。そして髪の毛を作るときに意識すべきもう一つのポイントは、立体感が出るようにモデリングしていくことです。なぜなら髪の毛に立体感がないと、このように別の角度から見ますと髪のようにペラペラに見える箇所はできてしまいます。これを防ぐのは厚み付けという手法で、つまり表と裏厚みを与えるということです。もう少し具体的に説明します。厚み付けはモディファイアを追加からソリッド化を選択し、幅で好きな数値を選んで厚みを加える。するとこういう風に表と裏があって、さらに厚みがあるオブジェクトを作ることができます。これだけで立体感のある髪ができるのですね。前髪も同じようにすればこのように簡単に立体感を作れます。え、たったのこれだけ？と思ったかもしれませんが、その通りです。本当にこれだけでいいのです。まずは簡単にモデリングして、モディファイアなどで簡単に処理して、その後細かく作り込んでいく。つまり最初はざっくり、その後作り込む。これはモデリングで挫折しないためのコツでもありますので、覚えておくといいと思います。話を紙に戻します。最初は大まかで構いませんので、好きなように作りましょう。V キーで頂点を切り離し、髪の毛を作り込んでいきます。こんな感じですね。ある程度できたら次は適用しましょう。するとこのように厚みも編集できるようになりました。髪の先は太いので細くしましょう。髪の先の頂点を選択し、 S キーを押しながら0を押すと、このように結合せずに頂点を束ねることができます。これはループカットができるように後で調整しやすくするためです。大まかにできました。あとはモディファイアからサブディビションサーフェスを選択してモデルを滑らかにしましょう。編集モードで見ますとしっかり厚み付けされていますね。これがあるのとないのとではだいぶ見え方が変わありますので、ぜひ厚み付けはしましょう。ただ前髪に関しては例外がありまして、表と裏はあるけどこのように厚み付けがない前髪があります。それで立体感が全くないかと言われますと、そんなことはないのですね。なぜなら髪の毛は細い毛の集合体なので、ここに厚み付けがなくてもそこまで違和感はないからなんですね。またキャラクターに繊細なイメージを与えたい場合はむしろ厚みがない方がいいということもありますので、前髪に関しては好きなようにモデリングするといいと思います。さて立体感を表現できたのはいいのですが、これだけでは可愛らしい髪の毛とはならないのです。実際これを見てもなんだか硬い感じがしますよね。そうです、ふんわり感が足りないのです。髪の毛というのは柔らかい毛の集合体なので曲線的になることが多いです。なので直線的にモデリングするのではなく、このように少し曲げてモデリングする方が柔らかさを表現できます。この時のコツとして、髪が毛だるそうに重力に引っ張られているということを意識しましょう。パーツごとに見ますとこんな感じです。毛だるそうというとまるで髪の毛が生きているような表現ですが、その通りです。髪の毛をただまっすぐモデリングしても硬そうな印象しか与えませんが、髪の毛があーだるいわと重力に従って下に落ちていくことを想像してみましょう。するとこのように内側のカーブは緩やかで、外側は強くカーブを描いていることがわかりますでしょうか。髪の毛がだるそうに下へ落ちている感じです。これは簡単に髪の毛を柔らかくするコツですので、ぜひ取り入れましょう。また遅れ毛を出すことでより髪の毛の魅力がアップします。別の言い方をすると、離れた毛束を作って遊ばせることです。これもイラストでよく使われているコツで、髪を崩すことで頭が大きく見えて可愛く感じやすかったり、髪の毛全体が自然でふんわりとした印象を与えることができます。これは横髪に限らず、後ろ髪をモデリングするときも大事なコツとなります。
ここまでまとめますと、髪の毛には大事な前提が3つありまして、それは髪の毛を4つのパーツに分けること、立体感を意識すること、そしてふんわり感を出した方がいいということです。この3つを意識してモデリングすることで、より自然で可愛らしい髪の毛が作れるということなのです。ここからは一つ一つのパーツを細かく解説します。前髪は髪の毛の中で最もキャラの性格が出る箇所です。例えばおでこが広くて短いと元気な印象を与えます。逆に目が隠れるぐらい長いとチキミステリアスな印象を与えることができます。また髪の毛を細かく分けることで清楚なイメージや女性的な魅力がアップし、逆に塊のようにすれば幼いイメージや活発な印象を与えることができます。そのため個人的には前髪は目と並ぶぐらい大事な箇所だと思いますので、しっかり作り込んでいくといいと思います。よくある失敗としてこのように髪の毛を均等にギザギザにしてしまい、まるで尖ってるような髪の毛になってしまうことです。これだと垢抜けなさが目立ってしまい、なんだか古臭い印象を与えてしまいます。毛先は均等にせずバラバラにすることで硬い印象を消すことができます。例えば最初は大きな毛を1本、次は小さい毛を2本クロス、さらに次は大きさが違う毛を2本作るなど、このようにバラけさせることで自然な髪の毛の流れができると思います。さらに前髪にはとあるものを入れるだけで一気に立体感が出る方法があります。それは前髪の影を作ることです。ん？ライティングを使うの？と思ったかもしれません。実はライティングを一切使わずに前髪に影を入れる方法があります。入れる方法は簡単なのでざっくり紹介しますね。このようにシフト D で前髪を複製し、少しだけ後ろに下げ、あとはマテリアルやテクスチャーで好きな影の色にしたり、ブレンドモードをアルファブレンドに変えて、あとはアルファを好きなように調整するだけです。はい、完成です。これだけです。でもこんなことをしたら真横から見た時影は浮いて見えないって思うかもしれません。自分も最初はそう思いました。しかしこのやり方すごく理にかなっています。まず前髪を揺らす時、影も同時にコントロールしやすいというのが一番の理由です。これをライティングで処理しますと、例えば 3D モデルが360度いろんな角度から見られ自由に動くとなりますと、角度によっては顔が影で隠れてしまったり、意図しないところに影がついてしまうなどいろいろ問題が出てくるのですね。もちろんアニメやゲームなどカメラの角度で調整できるのであればこの処理で問題ありません。ただ影もオブジェクトとして作ってしまえばこれらの問題がなくなりますし、すごくコントロールしやすいしメリットが多いのです。また影が浮いて見える問題については、基本的に 3D モデルというのはあまり真横からは見られないので、浮いてたところで大した問題ではありません。大事なのはキャラクターの魅力なのです。モデリングというのは時に物理法則を無視することでより魅力的な 3D モデルが出来上がることがあるので本当に面白いです。直角と横髪は個人的に前髪と並んですごく大事な髪だと思っています。なぜならキャラクターの性格が一番出るのが前髪だとしたら、直角と横髪は可愛さに一番直結する髪だと思うんです。例えば直角をこのように顔にかぶせることでキャラクターの顔を小さく見せるという小顔感を出すことができます。これはイラストでもよく使われている手法で、キャラクターの顔を小さく見せることで直感的に可愛いと感じさせやすいのです。ではこちらも失敗例を挙げます。先ほどのように髪の毛の先が全て均等なので、これも垢抜けない印象を与えます。またふんわり感を意識してないため、髪というよりはトゲトゲした硬い何かという印象です。また全体的に平べったい形なので、まるで髪の毛が顔にぺったり張り付いているように見えます。これは髪のボリュームや丸い形を意識せずにモデリングしてしまったのが原因です。これを解決する方法は3つあります。1つは丸みを意識することです。この失敗例では正面から見るとまっすぐになっています。横髪は基本的にこのように顔の輪郭に沿って丸くモデリングすると可愛いと感じさせやすいので、丸みを意識しましょう。もう一つはボリュームを意識することです。もう一度失敗例に戻ります。先ほどの丸みと少し被るのですが、これは斜めから見た時に大事なポイントとなります。基本的に 3D モデルは斜め顔が大事と言われています。この斜めからの角度を可愛く見せるために顔だけでなく、このように横髪のボリュームも大事です。なので斜め顔を丸く囲むように横髪をモデリングするとより魅力的な斜め顔ができると思います。そして最後は毛の束をばらけさせることです。これは前髪とほぼ同じです。あとはふんわり感が出せるようにモデリングしましょう。これで魅力的な直角と横髪が一通りできました。後ろ髪は後ろ姿をきれいに見せるための大事なパーツとなります。でも後ろ髪ってなんか難しいと思う人はいると思います。前髪と横髪に力を入れすぎてしまうと疲れてしまい、後ろ髪まで手が回らないということはあるのではないかと思います。そこでここでは後ろ髪モデリングのコツについて紹介していきます。後ろ髪は2つのパーツに分けられると思いまして、1つは後頭部、もう1つは襟足です。襟足のポイントは後頭部の真ん中あたりから髪の毛は裏返り下に落ちていくことです。もう少し分かりやすく説明しますと、頭の上はまだ裏返っていませんが、後頭部あたりから裏返り髪の裏面が見えてる感じです。そして髪の毛がだるそうに重力に抗わず落ちていく感じです。
このように後ろ髪もパーツごとに分けることで構造を理解した上でモデリングできると思います。これは髪の毛に限った話ではありませんが、ある程度構造を理解してモデリングするのは大事だと思います。どこに何があるかわからない状態でモデリングすると、見えている部分だけをモデリングすることになりますので、いずれどこかで破綻してしまうんですね。構造を理解することはモデリング上達のために必要ですので、少しずつでいいので覚えていくといいと思います。さて、後ろ髪は完成しました。しかし煽りで見ますと、このように隙間が見えてしまい、頭皮がはっきり見えてしまいます。これを防ぐためにさらに後ろ髪の中をモデリングする必要があります。まず編集モードで後ろ髪の束をざっくり選択し複製します。次に大きさを調整し中に入れます。複製した髪は P キーを押して選択を選んで別のオブジェクトにします。あとは細かい調整をしながら同じように増やしていきます。こうして後ろ髪の中も作り込んでいくことができます。いかがだったでしょうか。今回は髪モデリングのコツとそれぞれのパーツを細かく解説していきました。主にパーツごとに分ける立体感を出す、ふんわり感を出すというところがポイントとなりました。髪の毛モデリングというと難しいというイメージがあるかもしれませんが、パーツごとに分ける重力のことを考えるなど、なるべく自分なりに理解してそこまで難しくないと思うことが大事だと思います。自分もまだまだなので、これからもいろんなことを勉強したいと思っています。皆様のモデリングライフがより充実することを願います。最後までご視聴いただきありがとうございました。